ホルンゼートは、ドイツ連邦共和国にダーザクセン州、クックスハーフェン軍に属す、町村である。この町は、ザムトゲマインデベルデ・ラムシュテットに属している。この町は、アベンゼート、ホレン、ランゲルンの集落からなる。名川が、町域東部を流れている。ホルンゼート町は、1972年7月1日に、アベンゼートとホレンが合併して成立した。 ホレンは1004年、アベンゼートは1510年に初めて文献に記録されている。ホルンゼートの議会は9人の議員で構成されている。これは人口501人から1000人のザムトゲマインデに属す町村の議員定数である。9人の議員は5年ごとに住民の選挙で選出される。町議会は議員のメラニーシテフェンスを任期中の名誉職の町長に選出した。 図柄、青地に四つの金色の自在割二つは左、二つは右を向いている。その上部に銀色の波帯から半分だけ現れた金の歯車解説、紋章の図柄はアベンゼートとホレンの紋章に由来する。これらを統合して新しい町ホルンゼートの紋章が作られた。2004年の千年祭に伴って一棟の倉庫が 保連の歴史を展示する施設に改築された。これは保連ドキュメント博物館として入館することができる。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。